マルセル・プルースト、バランタンイコール・ルイコール、ジョルジュイコール・ジェールイコール、マルセル・プルースト、1871年7月10日から1922年11月18日、は、フランスの小説家。必世の対策、失われた時を求めては、後世の作家に強い影響を与え、ジェームズ・ジョイス、フランスカフカと並び称される20世紀、西欧文学を代表する。 世界的な作家として位置づけられている。立身出世した医学者の父親と、富裕なユダヤ人家系の母親の息子として、パリで生まれたマルセル・プルーストは、病弱な幼少期を過ごし、9歳の時に発症したズダの持病を抱えながら、文学に親しみ、理性から進んだ、パリ大学で法律と哲学を学んだ後はほとんど、職にはつかず、華やかな社交生活を送り、 いくつかの終作を経た30代後半から51歳の死の直前まで長編、失われた時を求めてを書き続けた。この遺作は、プルースト自身の分身である語り手の精神史に重ね合わせながら、19世紀末からベルエポックの時代にかけてのフランス社会の世相や風俗を滑車した長大作であるとともに、その無意識的記憶を基調とする複雑かつ重層的な、 叙述と画期的な物語構造の手法は、後の文学の流れに決定的な影響を与えた、ことで知られる。マルセル・プルーストは、1871年7月10日に、パリ郊外のオー・トゥイユ、現、パリ市のラ・ホンテーヌ外十六番地、母方のおじの別荘で、フランス人の父、三十七歳と、ユダヤ人の母、二十二歳の長男として、生を受けた。 父、アドリアン・プリースとは、カトリックの雰囲気の色濃い田舎町、入江、シャルトルから西に2 0トルの小さな町の平凡なへの出身で、少年時代は僧侶を目指したこともあったが、公衆衛生を専門とする医学博士となり、衛生局総監、厚生官僚まで務めた。アドリアンは、貿易船という理論に基づいて、ヨーロッパ大陸へのペスト侵入を防ぐなど、 花々しい功績を持ち、医学アカデミー会員やソルボンヌ大学教授を務めるなど、世界的な名声を得た人物であった。一方、母、ジャンヌ、旧姓、ベイユは、パリに住む裕福なユダヤ人の株式仲害人の娘であった。有力なベイユ家は、シュトットガルトに近いドイツの一地方からアルザス経由で、 パリに来たユヤの一族であり、同一族からはフランス第三共和政家の有力政治家、アドルフ・クレミューなどを輩出している。母ジャンルは古典文学を愛好し、非常に文学的教養の高い女性であった。マルセル・プルーストは芸術に対する繊細な感性をこの母から受け継いだ。一家は日頃、母方の祖父母と行き来していたが、 通常は、新興住宅街のパリパックのロワ街八番地のアパルトマンで暮らし、病弱だったマルセルは、母や祖母にとても可愛がられて育った。母は、結婚後もユダヤ教を守り続けたが、夫妻は子供には、父親の家系に習って、ローマカトリックの信仰を持たせることに決め、生まれたばかりのマルセル2871年8月。 三類団単協会で洗礼を受けさせた。マルセル誕生の2年後の1873年5月24日には、生涯にわたって彼と親しい関係を保ち続けた弟が生まれた。ロベールは兄マルセルとは対照的に体が丈夫で明朗な性格であった。一家はマルセル部通り9番地などに何度か転居をしながらも、高級官僚の多く住むパリパックに住み続けた。 プルーストは成人してからも当時の思い出を大事にするために晩年の数年間を除いてほとんどの時期をこのハックで過ごしている。パリ市内には他に母方の祖父母のいるフォーブールポアソニエール。この地区にはユダヤ人が多く住んでいたの家や母の叔父にあたるルイベイユが住むオートゥユの別荘。プルースト、弟はこの家で誕生したがあった。特に叔父の別荘には 春から初夏にかけて長い期間滞在するのが、プルースト家の習慣になっていた。また、パリ南西100キロメートルほどの場所には、父の出身地である田舎町入江があり、ロワール川が近くに流れる、豊かな自然に囲まれた、この場所にも、一家はたびたびバカンスに出かけた。この町が、後の、失われた時を求めての主要な舞台となるのも出ると、なった土地である。 同地はこの作品にちなんで、が正式名称となり、プルースト巡礼の聖地となっている。しかし、1881年春に9歳、10歳の誕生日前のマルセルは、ブローニュの森を散策後に、ズダの発作を起こした。それ以来、花粉と外気が体に触ることを心配した父の判断で、入江に行くことを禁じられてしまった。ズダの持病はプルーストに生涯付きまとい、 このために彼は自由に旅行することができず、また花を愛していたにもかかわらず、彼自身は成果に近づくことができなかった。弟、ロベールの方は健康に育ち、父と同じ医学の道を継ぐことになるが、病弱なマルセルは、地を、人よ物語、アンナカレーニナなどの文学に親しむようになる。マルセル・プルーストは、パープカルパンチエ初等学校で2年過ごした後、 1882年10月に、セーヌ川の右岸、北側にある、ブルジョア基質のフォンターヌ高等中学、後のコンドルセ高等中学校に入学した。この理性、高等中学は、自由主義的な気風で知られる、名門校であり、プルーストの学友には、エッフェルの息子や、ビゼイの息子の、ロスチャイルド家の子息、劇作家の息子のダニエル・アレビ、などが混じっていた。 プルースとの成績は悪くはなかったが村があり、また病気のために欠席が多く、このために一年の留年も経験している。十五歳の頃には、オーギスタン・ティエリの著書を熱心に読んだ。教師の中では、最終学年に習った、哲学家のアルフォンス・ダルル教授に深く影響された。後には、ダル書の個人授業も受けて、病気のため家庭教師が何人かついた、その遺身論的な哲学に、 大いに感化を受けた。授業が午後三時に終わると、プルーストは他の少年たちとシャンゼリゼ公園に行き子たちの周りを走り回って遊んでいた。中には少女も混じっており、その中には失われた時を求めてで語り手の子を焼いてジルベルトのモデルになったポーランド貴族の娘もおり、マリーに強い愛情を抱いた。理性時代はプルーストが 同性愛的な友情に目覚めた時期でもあり、前述の同性の学友ダニエル・アレビに愛情細やかな手紙を送るなどしている。17歳の時には、学友ジャック・ビゼイと恋に落ちたが、ビゼイの側からの拒否にあっている。またプルーストは彼らの母親にも関心を持ち、婦人らが出入りする、社交界に憧れたりしていて、彼女らのサロンに近づくようになる。 プルーストが文学にはっきりと意識を向けたのもこの時期だった。すでに幼年時代から母や祖母の影響で古典文学に親しんでいた。彼は友人たちの前でラシーヌ、ユゴー、ミュッセ、ラマルチーヌ、ボードレールの四苦を暗唱してみせ彼らを驚かせている。リセの最終学年時には文学好きの友人たちと共に同人雑誌、月曜評論、第二学年評論、 緑色論、リラ評論を作っていた。1889年10月にバカロレアを取得した、プルーストは、パリ大学で学ぶことになるが、その前に、オルレアンで1年間の兵役に就いた。当時フランスには、自発的に志願すれば3年間の兵役が1年に、短縮され、運転制度があり、プルーストの一家はこれを利用したのである。当時フランスの軍人、特に将校は、 社交界にも出入りできる存在であった。プルーストは厳しい訓練をズダのために、あるいは父親が手を回したためか免れたこともあって優雅な軍人生活を送り、このためにプルーストはフランスの作家の中でもとりわけ軍隊に有効的文学者となった。軍隊助隊後、1890年11月にパリ大学に入学したプルーストはパリ大学法学部に席を置き、 その後自由政治学院、文学部にも通い、1895年までに、法学と哲学と文学の学士号を取得している。1892年には、ジャック・ビゼー、ダニエル・アレビ、ラト、同人雑誌を創刊し、書評や収作、短編を発表した。共演には、アンリ・バルビュス、レオン・ブルム、ガストン・アルマンド・カイアベの息子も寄稿していた。 しかしその生活はおよそ大学生らしいものでは、プルーストは社交界に熱心に出入りしてその名を馳せ、自由政治学院は社交界への足がかりとするのに都合が良かった、貴族社会や芸術界の著名人と知り合い自宅の夕食に招くようになっていた。プルーストの家には十分な資産があったが、当時のブルジョア階級の常で、両親はプルーストに職を持つことを望んでいた。 そのため、プルーストは、1893年に、交渉人の研修を受けるなどしている早々に放棄し、また、パリを離れたくなかったことから、外務省に入れることを考えていた父の意向も、敬遠している。1895年には、父のつてをたどりマザリーヌ図書館で、無休書助手となったが、休暇届を乱発して結局ほとんど勤めに出ないまま、1899年に、 退職し、以後は、一切職に就かず、文学に先進することになった。1896年6月には、初の著作集、楽しみと日々を出版し、ディレクタントの作品とみなされ全く売れなかった。また1895年からは、失われた時を求めての前進ともいえる、自伝小説、ジャンサントゥイユの執筆を始めていたが、1899年頃に、中断した。 1900年からは、イギリスの思想家、ジョン・ラスキンの研究の発表も始めている。20世紀に入ると、プルースとの生活に大きな変化が起こった。まず1903年2月に、弟ロベールが結婚して独立後、同年11月3日に、父が勤務先で倒れそのまま26日に死去。そして1905年9月26日には、 夫の死の衝撃から言えぬまま癌を再発した母、ジャンヌが死去した。特に母親から愛情を受けて育ったプルーストは、彼女の死に大きな精神的打撃を受け、しばらくの期間を無意と療養の日々を過ごした。その後1906年12月に、プルーストは一人で住むには、広すぎるそれまでの家から、オスマン通り102番地にあるアパルトマンの二階に、転居する。 19世紀の大作家の文体模写、パスティッシュなどを発表後、批評家さんとブーブに反論する意図から執筆していた物語式の評論が原型となり1908年から書き始められた、失われた時を求めては、その大部分がこの住居で書かれることになった。このアパルトマンは、王子、ジョルジュ・ベイユが以前に所有していたもので、母の残りかのような思い出が残っていたからであった。 また、健康状態が回復したことで、1907年から、毎年ノルマンディの秘書地カブールに出かけるようになり、1914年まで、毎夏、教会建築を回るため雇った自動車の交代運転手の中に、青都市街。この秘書地カブールが、失われた時を求めてに書か,かれる、架空の土地のモデルとなり、アゴスチネリが主人公、語り手の恋人アルベルチーヌ・シモネのモデルとなっていく。 失われた時を求めては、1912年に第一編、スワン家の方への原稿がようやく出来上がり、いくつかの出版社、ファスケル社、オランドルフ社、新フランス評論、NRF のガルマール社に断られた後、グラッセ社から1913年11月に刊行されて、各紙で公表となった。特に、じっとやら新進作家を用していた、新フランス評論、 NRF で、先の出版拒否に対する強い反省が内部で起こり、1914年には、ジットから、プルースト宛てに、謝罪の手紙が送られている。NRF はプルーストに打診して、失われた時を求めての第2巻以降を、自社がリマール社で出版することに決め、第1巻の出版権もグラスセ社から買い取ることにした。1919年6月に刊行された第2巻目の、 花咲く、乙女たちの陰に、は、新進作家の木の十字架を抑えてその年のゴンクール賞に輝いた。晩年は、ジャンコクトーポール・モーラン、バルター・ベリー、フランソワ・モーリアックなどの若手作家などとも、信仰を持った。病弱であったプリュースとは日々健康を悪化させていき、前編の聖書を仕上げていた1918年頃から、発話障害と一時的な顔面麻痺が、 時折起こるようになった。そして1922年11月18日、失われた時を求めて、第五巻以降の開口作業の半ばに、全息の発作と風による肺炎併発のため51歳で池を引き取った。遺体は、両親と同じく、パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。プルーストは、非常に繊細で過敏な神経の持ち主であった。 オスマン通り102番地のアパルトマンの部屋では、全息に触ることを恐れたこともあって、常に窓を閉ざし、厚いカーテンを閉めたままにして、外気も光も遮断し、また部屋の壁をコルク張りにして音も入らないようにした上で、昼夜逆転した生活を送りながら、執筆を進めていた。医者嫌いでもあったプルーストは、医師の処方には見向きもせず、自室でルグラ粉末に火をつけて、 群上を行うことで、その治療とし、また、ベロナールとカフェインの錠剤を常用していた。死の原因も、喘息の大きな発作の後、風邪をひいたことによって併発した肺炎であり、最後まで入院を拒んで、自宅で死ぬことを選んでいる。また、彼は、大変な美食家であったが、食事の量は、非常に少なく、1日に1食しか食べなかった。特に好んで食べたのは、 下ビラメのフライで、その他に、ロシア風サラダや油をよく切ったフライドポトなどを好み、また、カフェオレと一緒にクロワッサンを食べることも多かった。ワインや、強い酒は決して飲まなかったが、冷えたビールは別で、また時々フライドポテトをつまみに、リンゴし飲むこともあった。晩餐に知人を呼ぶこともあったが、その時は、ベッドの脇に、小さなテーブルを用意して知人に食事を進め、 自分の方は決して手をつけなかった。プルーストは流行に関心を持ってはいたものの、それは作品に役立てるためであり、自身は物持ちの良かったこともあって、使い古した服を好んでき続けていた。また、病的な寒がりであった彼は夏にも常に厚着をしていて、ある時は海に行くためと称して、コートを2着作らせたこともある。第1次世界大戦後にホテルリッツで、 晩餐会を共にしたイギリス大使のダービー教は、プルーストが夕食中も毛皮のコートを脱がないままだったことに驚いたと記している。家が裕福であったプルーストは、幼い頃から大変な浪費家であり、時にその出費は月に何百フランにも達することがあった。友人には、しばしば豪勢な贈り物をし、使用人にも多額のチップを与えた。両親が健在だった時には、 小遣いの管理をされていたが、父親は、プルーストのところに来た、請求書の支払いを拒んだことは、決してなかった。1919年に、コンクール賞を受賞した時には、賞金5000フランを、シャオマン3回のために一瞬で使い切ってしまった。プルーストは、芸術の信奉者であり、その著作には、多数の芸術家、文学者の名が言及されている。 彼の美学に影響を与えているのは、イギリスの思想家、ジョン・ラスキンであり、より後には、ウォルター・ペーターであった。美術館にもよく通って、初期ルネサンスからピカソまで、あらゆる絵画を知っており、レンブラント、モネ、ワトウ、シャルダンなどに関する覚書は、死後、新雑録中の画家の肖像の題で観光れている。彼が、特に高く評価した画家は、フェルメール、 ルノワール、モローなどで、特に1902年と死の前年の1921年に2度、鑑賞したフェルメールのワプルーストに重要なインスピレーションを与えており、失われた時を求めて、での作家ベルゴットの死のシーンにその時の体験が使われている。音楽については、ベートーベン、シューマンを高く評価する一方で、フォーレ、彼と文通していたドビュッシー、 ワーグナーにも、惨事を惜しまなかった。特にワーグナーは、失われた時を求めてで、最も頻繁にその名が引用されている、作曲家であり、とりわけ、トリスタンとイゾルで、ローエングリン、パルジファルを好んだ。また、ベートーベンについては、後期のソナタや、弦楽史重奏曲第15番の最終楽章を、好み、真夜中に自室に楽団を呼んで演奏させたこともある。 文学に関しては、口実のロベール・ド・モンテスキューや、レミ・ド・グールモンなどと信仰のあった作家が19世紀末に、プルーストに影響を与えている。プルーストが高く評価していた作家は、ダヌンツヨ、ボードレール、ベルレーヌ、ナイユ・伯爵夫人、ステファヌ・マラルメなどである。また、ある文章では、ドイツ、イタリア、フランスの文学よりも、英米文学が自分に、 大きな影響を与えていると述べている。プルーストは学生時代からサロンに出入りし、ブルジョア夫人、公爵や公爵夫人、当時の流行画家や作家、俳優など様々な著名人と知り合っていた。社交界は失われた時を求めての主要な舞台背景の一つであり、プルーストがこれらの場で得た見聞は同作品に大いに生かされることになった。 この作品の登場人物もサロンで知り合った人物をモデルにしたものが多く存在する。平民の出であったプルーストがこうした上流者公会に出入りできるようになるのは容易なことではなかったが彼にはモノマネの才能があり著名人の声や話し方を真似てみせることで評判を得て太鼓持ちのような形で受け入れられていった。ある時プルーストは たまたま社交の場で真面目な意見を披露したところ場が、しらけてしまい、それ以来、社交界において自分が求められているものが何で、あるかを悟ったという。プルーストが出入りしていたサロンには、例えば友人ジャック・ビゼーの母親の作曲家、ビゼーの妻で、夫の死後に、銀行家ストロースと再婚主催の者、アナトール・フランスの愛人であったのもとで開かれたもの、あとに、 失われた時を求めて、ノベルデュラン夫人のモデルとなる、女流画家のサロンなどがあり、20代前半ですでに、ナポレオンの名マチルドコーヒーのサロンの常連にも、なっていた。特にプルーストは、マドレーヌルメール夫人のサロンで、失われた時を求めて、ノゲルマント公爵夫人の主要なモデルとなるや、後に、プルーストが恋心を寄せ、また、同作の高級娼婦、オデットのモデルにもなった。 作曲家、レーナルド・アーン、そして社交界に非常に大きな牽制を誇っていた、大貴族で、同作のシャルリュス公爵のモデルとなったロベールド・インテス級伯爵、彼は、ユイスマンスの小説、坂島の、語り手で絶賛とのモデルになったとも言われているなどと、知り合っている。プルーストは、こうした、社交界、ルモンドでの交流に伴って、ドゥミモンド、反社交界と言われる、 貴族やブルジョアに囲われた婦人たち、ココットという別名もあるとの付き合い持った。最も親しく付き合っていたのは、プルーストの友人、ルイラ・ラルビュフラの恋人で、早く女優であったで、彼女は、プルーストの死後、彼との間には、愛情めいた友情があったとインタビューでている。また、プルーストの王子、ジョルジュ・ベイユの囲いもので、王子の死後も、プルーストと,との付き合いが続いたロール。 エーマンという女性は、失われた時を求めての高級娼婦、オデットの主要なデルになっている。彼女とプルースト家との関係は、お互い遠慮があったものの悪くはなく、プルーストの父親の葬儀にも花を送ったりしていた。プルーストは、肖像写真を集めて眺める趣味があり、友人、知人の写真のほか、蒸気のような社交界の著名人や貴婦人、 ドミモンドの写真からなる一大コレクションを持っていた。プルーストが肖像写真を愛した理由は、不在でありながらも、同型や階層が喚起されるという性質を、人一,一倍そこから感受する能力を持っていたからで、あった。しかし彼は一度写真を手に入れてしまうと、魅力が減ずるのを恐れて、あまり頻繁に見過ぎないようにしていたという。プルーストは、 同性愛者であったが、資料が欠けているため、誰とどの程度の同性愛関係があったのかは謎に包まれている。リセ時代の同性の友人には、ダニエル・アレビ、ビゼイの息子などがおり、その後プルースとは、レーナルド・アーンや、アルフォンス・ドーデの次男など、自分と同じ階層出身の新進作家や、芸術家に興味を向け、ついで青年貴族たちとも友情を結んだ。 後年には、仮想の出の若者とも親しく付き合い、自分の秘書や使用人として、取り立てるなどして庇護するようにもなった。1917年春には、アルカード街11番地で、知人アルベールルキュジアがした、下、断クツホテル、マリニーの開業に対して、資金援助をしており、プルーストはこのホテルに頻繁に通い、若い青年を相手に、自分の欲望を満たしていた。 1907年から1914年まで毎年秘書に出かけていたノルマンディのカブールではブルジョワ出身の若い少年たちのグループと出会い親しく付き合うようになり彼らは少女に形を変え失われた時を求めての中のバルベックで語り手が出会う花咲く少女たちとして描かれることになったこの少年たちの中には後にプルースとの伝記を書くことになる マルセル・プラントビーニュと一時期、プルーストの秘書を務めていたアルベール・ナミアスが含まれる。プルーストはまたカブールで、教会建築をめぐるために雇った自動車、タクシーの運転手をしていた青年と出会い、強い印象を受けた。その後はゴスチネリは1913年春に仕事を求めて、プルーストを訪ね、秘書として雇われることになり、 妻と称して連れてきていたアンナという女性と共に、オスマン通りのプルーストの家に住み込みようになった。プルーストはこの青年に非常に強く惹かれるようになるが、アゴスチネリはプルーストに金銭を使わせた挙句に、同年12月にアンナと共に、ニースに逃亡。さらに、翌年1914年5月に、飛行機パイロットとしての訓練中に、事故死したことにプルーストは、 大きなショックを受けた。この事件は当時執筆中であった、失われた時を求めての語り手の恋人、アルベルチーヌのエピソードとして再構成されており、作品全体の構成が大幅に見直されるきっかけとなっている。一方、プルースとは女性との肉体関係を伴わない結婚を行うことも考えていた。21歳の時には、 十枚のアメリー・ベシエールに愛情を感じて彼女と結婚することを考えている。1908年にカブールに滞在した時には、ここで名前の明らかでない神秘的な貧しい少女と出会い、彼女はアルベルチーヌの主要なモデルの一人となった友人に向けて彼女と結婚する考えをほのめかしている。また1899年秋には、アナトール・フランスの一人娘、 シュザンヌ・チボーとの結婚話がフランスの希望で持ち上がったこともあるが、プルースト自身はこの話には乗り気でなかった。また1913年から家政婦としてやってきた運転手オディロン・アルバレのニーズマを気に入り、その献身的な働きに母性愛を見出していた。プルーストの母親はユダヤ人であり、また幼年時代には主に母方の親類たちの元を行き来して過ごしていたが、 彼自身は自分を民族主義的な自負でユダヤ人に帰属しているというアイデンティー意識はなかった。ある新聞記事で自身をユダヤ人作家の一人として紹介された時には怒りを表しさえしている。彼が書いた小説の中にも自分自身のユダヤ人の地に言及した文章はなく失われた時を求めてでもプルーストの分身である語り手からは ユダヤ人を思わせるような描写は注意深く排除されている。ユダヤ教の要素に限っても民族学の対象と言えるようなに、三の珍しい儀式が記されているだけであるが、しかし例えば、ジャン・サンタというには、ユダヤ教の儀式を、案に踏まえて、母親との和解を描いた印象的な場面がある。プルースとは、厚生官僚でもあった父親の職から、 フランス社会の中枢近い環境で育ったが、母方の影響も深く、異教的、東洋的な面も持ち合わせていた。1894年に始まった、ユダヤ人対アルフレド・ドレフィウスの冤罪事件である、ドレフィウス事件に関しては、プルースとは早くから関心を持っていた。1898年1月に、 ドレフィウスをスパイに仕立て上げるための文書を偽造したエステラ・ジーが無罪とされ彼を告発したジョルジュ・ピカール大佐が逆に収監されるとプルーストは骨折ってピカールの元に辞書、楽しみと日々を送り届けている。同月14日のオーロール紙に掲載された再審を求める知識人宣言にもプルーストは署名を寄せドレフィウスの弁護により名誉毀損で訴えられた。 エミール・ゾラの裁判も熱心に傍聴していた。プルースとは親ドレフィス派の立場を鮮明にしたことでしたし、人々との間でも意見の対立に引き裂かれることになり、例えばハンドレフィス派であった彼自身の党とも一時な方がいをした。ドレフィス事件は彼の小説、ジャン・サンタというで、直接的に大きく扱われるが、失われた時を求めてでは、 社交界で言及される中心的な話題の一つとして取り上げられる程度にな、いる。そこには、文学に政治的テーマを直接入れる必要性はないという考えになったことと、プルースト自身が、ウーハのアクションフランセイズの機関誌を定期購読するような政治的保守になり、ドレフィウス事件に対する考えも変化したためであった。失われた時を求めてにより二十世紀の西洋を、 代表する作家の一人とみなされているプルーストは必ずしも常に高い評価を得てきたわけではなかった。第一次世界大戦前にはアンドレ・ブルトンらシュルレアリストから掲示を受けており、ブルトンはシュルレアリスム宣言の中においてその過剰な分析欲のために未知のものの魅力を損なっている作家の例としてプルーストの名を挙げている。またルイ・フェルディナン・セリーヌも諸女作夜の波定への旅。 1932年の中で、プルーストを上流社会に中に溺れた、暴霊みたいな特地を極めてのしっている。第二次世界大戦後に、雑誌、現代を創刊した、ジャンイッコール・ポール・サルトルは、その創刊の字を書くにあたって、プルーストを槍玉に上げ、歴史的条件や階級の対立を見ずに、人間の普遍的存在を信じる、分析的精神に、 忠実なブルジョア的文学の代表として厳しい批判を行った。しかし、サルトルのプルースト批判は自己批判、自己反逆でもあり、実際サルトルは青年時代にプルーストを愛読して深い敬を抱いていたことを告白し、代表作、オートも失われた時を求めての強い影響のもとに書かれている。サルトルのパートナーであったボーヴォワールもまた自助伝において、 告白のルソーと共に、プルーストを愛読書として挙げている。プルーストの復権が決定的になるのは1960年代であった。この頃起こったヌーボーロマンの作家たち、サロート、ビュートール、シモンらは伝統的な小説の枠組みを超えようとする彼らのみの上で、小説についての小説という趣向を持つ、失われた時を求めての方法論や、 何ら非凡なところのない語り手の回想物語からメタファーの多様など様々な語りの手法や公共局的、幾何学的な構造で小説としての魅力を引き出していくプルーストに模範を見出し、プルーストからの感化や影響のもとに作品を書いていった。また1960年代に起こった新批評の担い手たちは作家の外面と 作品自体と区別して評価しようとするプルーストの文学観を自身の強い寄り所としていたと見られる。このうちの一人ジョルジュプーレは作家の創造的な事故に同一化しようとする自身の批評方法一体化の批評の源にプルーストがあると明言している。プルーストは文学研究家クルテウスなどからフローラ系の作家と評され、 その作品中で描かれる人物に関するものが植物に例えられていることが多く、その意味で、プルーストの描く男女は生殖期を周知心なく、晒している花や植物のように、ある意味で、同性愛を間には悪徳とは見ていないことが監視されると、サミュエル・ベケットは論じている。主な参照文献、関連書籍、失われた時を求めての訳は、当該項目を参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。